ただいま真夜中の公園に来ているんですけども、こちらアブラゼミを発見しました。もうね、夏の終わりなのか、最近はセミの死骸とか弱っている個体をよく見かけるんですけども、なんだかね、虚しさを感じますね。で、このアブラゼミの名前はね、由来としてはこの羽の形がアブラガミに似ていることとか、あとは鳴き声が油を揚げている音に似ているという説があるらしいです。なんか俺の指を吸おうとしてるのか、これは。まあ今回はレップバディの方たちと一緒にね、昆虫を観察採取していきたいと思うんで、どんな子に出会えるのかやっていきたいと思います。ということで、ただいま探索をしております。僕の今回の目当てとしては、今までね、カブトムシとかクワガタって野生であまり見たことがないんですよね。で、沖縄ではね、唯一見れることができて、この前の四国でもクワガタのメスは見ることができたんですけども、オスを見つけたことがないんで、本当に本土にカブトムシ、クワガタムシがいるのかっていうのを今回ちょっと検証していきたいと思います。普段どういうところにおられるんですか？ね、ああいう木のこの二股になってるとことか、その割れ目でこう樹液が出てるような場所とか多いですね。なるほど。ではここから探していきたいと思います。トビズムカデがいました。なんか採集してる時、大体トビズムカデと出会うんだけど、一番最初に。あ、ちょっと眩しいのかな。で、トビズムカデっていうのは、まあ、日本でも最大種の一つとしてオムカデと知られてるんですけども、節足動物の中では、シミと並んで長寿の、生き物になっております。約5年から7年ぐらい生きるんでね、結構長い生き物なんですけども、この足は再生足なのかな。ちょっと色が違うね。種類はちょっとまだわからないんですけども、おそらくゴミムシを見つけました。で、ゴミムシっていうのは名前の由来としては、この子たちの獲物となる虫たちが、まあ、ゴミ溜めに集まっているところでよく見かけられる甲虫ということで、ゴミムシという名前がついているみたいです。おそらくセンチコガネを発見いたしました。すごい。で、なんでセンチコガネっていうかっていうと、セッチンっていう、まあ、便所を指す言葉の隠語みたいで、そこからなまって、センチコガネっていう名前がついたらしいです。まあ、名前の通りね、こういうクソとかに集まって、幼虫、成虫ともにそれがご飯みたいなんですけども、すごい美しいですね。うんちからこんな子供、綺麗な虫が生まれるって思えないですよね。すごい綺麗。うんちから生まれるんですよね。すごい。うんちも捨てたもんじゃないですね。ウシガエルの小さい個体を発見いたしました。大きさ的にはこれぐらいの大きさです。僕の第二関節ぐらいしかありません。で、なぜウシガエルという名前がついたかについては、鳴き声がね、牛のようなブオーブオーという鳴き声をするみたいで、この声がね、すごく大きくて、時には数キロ先まで、聞こえるらしいです。で、それが騒音となってね、まあ、問題になっているらしいんですけども、まあ、この子もともとは食用として、外国から日本に入ってきたんですけども、ただその子が逃げ出して、今では日本全国に、帰化してしまっている、そんな生物です。しかもこの子ね、特定外来生物っていうのにも指定されているんで、ペットとして飼育したり、あとは生きたままの、他の場所に移動させたりすることはできないんですけども、いや、初めてこの大きさのカエル見つけたんで、すごい可愛いですね。皆さん、やべえ、カブトムシを見つけました。え、これもこのまま行くんですか？行きましょう。うごー、どう捕まえ、うわ、すげえ、すごい捕まえ方、合ってますか？あ、合ってます。初めて見た、すげえ。おめでとうございます。おめでとうございます。かっこいい。でかない？でかい。うわ、めっちゃ立派。これはカブトムシ界隈のイケメンですよね、絶対。間違いない。うわ、かっこいい。やっぱ独特の匂いがして、すごいいい匂いですね。子供の夢やな、これは。やっと発見しました。本当だ、牛ガエルが喜んでる。あ、これは飛ぶ瞬間なのか。B ボタン B キャンスですね。いや、すごい嬉しいですね。いや、なんとか1匹目を見つけました。いや、この後見つかるのか探索を続けてみたいと思います。うわ、しかもクワガタがいました。すげえ、なんか角じゃない、ハサミがかっこいい。顎って言うんですか、これ？すげえ大きめの。ここはない。あ、これ大きいんですね。ごめん。かっこいい。
挟まれるのやっぱ痛いですかこれ挟まれると。ちょっとね、ヤマナミクジを発見いたしました。この子も少し大きいけど最大で10センチ以上にも成長するんでまだまだ大きくなるサイズですね。ただこの子はね、関東充血線虫っていう、脳に、人間の脳に寄生してしまって、で最悪死に至るような、寄生虫を持っている場合があるんで、素手では触らないようにしてください。で、もし触ってみたら、触ってしまったら、ちゃんとね、手洗いをするようにしてください。普段はね、木の下とか、あとは枯葉の下とかに隠れてるんですけども、まあ今日ちょっと湿度が高いんで、まあそういう湿度が高い日とか雨の日とか、あとはこういう夜に、活動しております。でカタツムリとかナメクジっていうのは基本的に夜行性なんですけども、理由としてはねやっぱり動きが遅いんで昼方にねこう動いてしまうと天敵でもある蝶じゃない鳥とかにね食べられてしまうんで、まあこういう時間帯に活動しています。あちらの木の隙間にカタツムリがいました。ああいう隙間にも隠れてるんですね。先ほど見つけたウシガエルよりもさらに小さい、ウシガエルを見つけました。ちなみにウシガエルって食用とも言ったんですけども、味的には鳥のささみに似ているらしいです。僕も過去にカエルは食べたことあるんですけども、なんか水っぽいささみのような味がしましたね。今の時間帯がもう夜の何時ですかね。今12時ぐらい、12時5分なんですけども、聞いてわかる通りセミが大量に鳴いております。もう異常気象だよねって感じなんですけども、実際セミっていうのは温度が35度以上になると鳴かなくなるらしいんで、まあ昼間が暑すぎるからこういう夜間に鳴いているらしいです。この子ってエメラルドなんとかバチだっけ、なんかゴキブリに寄生するやつ。あ、ちょっと家に帰ってまた調べたいと思うんですけども、この子確かね他の虫に赤ちゃんを産んでするタイプの蜂だった気がする。どうだっけ。あーすごい触覚撫でてる。黒ゴキブリがいました。でこのゴキブリって見た目的にツルツルテカテカしてますよね。これ何かというと自分の体をね他の菌から身を守るためにワックスを体につけてるんですよね。なんでゴキブリ自体には、まあ、そういう菌とか体内にはいないんですけども、ただこういう子たちってやっぱり人間が汚した環境とかでも、住んでしまうんで、まあそういうところでね、第二次汚染というか、そういう病原菌とかを運んでしまう、まあそういう虫になりますね。だからゴキブリが悪いっていうよりは人間が悪いんですよね。うん、しかもこのゴキブリね、最強のゴキブリとも言われていて、どういうことかというと、腸内バクテリアのおかげで何でもね、分解してしまうんですよ。ただ、35度を超えてしまうと、その腸内バクテリアが死滅してしまうんで、結果的にはそのバクテリアで、こういう食べ物を消化できずに飢餓して死んでしまうらしいです。あとは他にも最強と言われるゆえんがあって、というのも、唯一ねゴキブリの日本にいるゴキブリの中で屋内で冬を越せる、ゴキブリらしいです。もうこれ聞くだけでね最強ですよね。動きもねすごい速いんですよ。行きますよ。スーンとほらめっちゃ速い。やばいね。オオクロアリの大群がいました。いや、すごいですね、これは。で、この子たちね、僕の指と比較してみるとわかるんですけども、すごい大きいんですよね。で、日本にいるムネアカオオアリと並んで、日本にいる最大種のオオアリとも言われています。いやー、この子たちに噛まれたらひとたまりもなさそう。なんかお尻もね、こういう金粉をまぶしたかのような毛が生えてて、すごい綺麗だよね。あ、向こうにゲジがいますね。ほら、ゲジが。すごい速さに逃げてる。で、このね、ゲジとアリね、実際に人間に対して害はないんですけども、見た目が不快っていうところから不快害虫として扱われています。いや、マジでね、不快害虫っていうジャンルを作った人はマジで最低だと思うんだよね。もう人間のエゴの塊というか、見た目がキモいから害虫扱いってね、超ひどくないですか？人間で言うと、ブサイクだからお前害虫なみたいな。超ひどいと思いますね。でこの子は黒ゴキブリですね。うわすごっ。うわ見て噛んでくるかなこれ。あ特に噛まないね。キセルガイがいました。この子ねカタツムリたちと違ってこの体に比べて殻がすごい大きいんですよね割合が。なんで移動する際はこの殻を引きずりながら移動するらしいんですけども、そのためかね
他のカタツムリと違って、非活動的らしいです。なのでこういう閉鎖空間というかそういうところにね、とどまって生活しているらしいですね。で、こういうキセル貝とか、あとはタニシとかもカタツムリって言うんですかっていう方いるんですけども、まあカタツムリっていうのもそもそも明確な定義がないらしくて、まあ一般的にはまんじゅう型とか、まあそういう形の殻を被っている、陸貝を、そうして、総じてカタツムリって言うらしいんですけども、本当にね、明確な理由はないらしいんで、まあこの子も、キセル貝とかタニシとかも、カタツムリと言っても、間違いではないみたいです。で、上にはこういう風に黒ゴキブリが2匹います。いや、ここすごい黒ゴキブリが多いんで、黒ゴキが苦手な方は絶対来れないだろうね。うん。アオズムカデの子供なのかな？で、アオズムカデっていう名前の由来としては、まあ、そのままでね、こういう頭部とかが青っぽいところから頭が青い、アオズっていう風に名前がついたらしいです。あ、落ちちゃった。え、なんで落ちちゃった？どっか行っちゃいましたよね。あ、いたいたいた。はい。ただ毒に関してはね、こういう小さいんですけども、強いんで、触ったりはしないようにしてください。まあこれぐらいのサイズだとね、キワが通らないんで、まあ触っても特に大丈夫だと思うんですけども、まあ基本的にムカデっていうのは触らないようにしましょう。四つ星ケシキスイがいました。この子ね、この、羽についている斑点模様が可愛いですよね。なんかバットマンみたいな模様してるね。で、この子面白いのがね、バナナだけで類大飼育ができるらしいです。で、こういうね、今出てるの樹液なんですよ。この樹液に依存して、生活しているみたいなんで、まあそういう樹液と同じようなバナナでも、まあバナナってすごい栄養満点だからね。まあそういうので、類大飼育が可能らしいです。この子たちって、まあ大きい個体はね、オスとかは、まあこう、角を使ってね、交尾相手を探すたびに、オス同士で喧嘩するんですけども、まあそういった場合に小さい個体の子はね、そういうことができないんで、なるべく戦いを下げて、避けて、そういうオスたちが戦っている隙を見てメスと交尾をするっていう戦術を持っているらしいです。面白いですよね。チャコーラナメクジがいました。で、ナメクジって基本的にはカタツムリの殻が退化して、亡くなっているものが多いんですけども、この子はね、まあ、名前の通りこの甲羅の部分がね見えるんですよね。これはカタツムリの殻が退化した、名残が残っております。チャコーラナメクジをね、農薬、農業害虫かなっていうのに知られてるんで、あまり好まれていない生き物なんですけども、まあ、実際ね、飼育してみると、ナメクジって可愛いんですよ。ただね、カタツムリに比べて、粘液が、すごい粘り気があるんで、結構日々のメンテナンスの掃除とかが大変なんですけども、まあ、そういうところも、ちゃんと愛せるって方は、飼育してみてはいかがでしょうか。で、こちらにはちょっと大きめの、トビズムカデがいました。多分こういう風に木の隙間とかに隠れて休んでいるんでしょうね。で、触覚とかこうヤシの部分に獲物が引っかかるとそれに反応して捕まえるって感じだと思います。どうだろう。あ、でもすごい、あんまお腹空いてないのかな。そこまで反応しないですね。ウスバカミキリを捕まえました。で、この子オスはねすごい小さいんですけども、メスは6センチぐらいにまで達するらしいです。なんでこの子は多分メスだと思うんですけども、この牙見てください。うわー、やば。うわ、これ強いですね。肉えぐれますね、この子。また家に帰って調べたいと思うんですけども、蛾がね樹液を吸っております。上には四つ星ケシキスイがめっちゃいる。今まであまりね意識して見てなかったんですけども、こうやって動画を通して調べるようになると生き物のことが分かってきて面白いですね。あ、ここにもいるんだとか。この子もね、ちょっと家に帰って調べるのがすごい楽しみですね。ちょっと今はね、調べてる間に逃げてしまったら嫌なんで撮影してるんですけども。美味しいですか？美味しいよって。あ、逃げちゃった。めちゃくちゃ大きいコアシタカグモがいました。ここまでの大きさは、
ちょっと初めて見ますね。ちょっとどこ行っちゃったの、多分裏に逃げてると思うんで、ちょっと裏を回ってみよう。ありましたね。ほら、めっちゃ大きいよ。僕のエビと比べると、この、ほら、すごく大きくない？めっちゃ大きい。小さな池を見つけたんですけども、こちらにね、ウシガエルの赤ちゃんがいました。いや、あまりね、今までウシガエルの赤ちゃんって見る機会なかったんで、こんな普通に見られるとはちょっとびっくりですね。まあ実際いていいのかって言われるとどうなんだろうって感じなんだけど、ただね、ウシガエル以外にも他にもアメリカザリガニとか、ほら、います。すごい。あとタニシとか。なんか本当に小さい池なんだけど、ここの小さい池の中に一つの生態系が出来上がってるって感じがしますね。ただ最近ね、このアメリカザリガニ、の世界記録の、個体が日本で見つかったっていうのでツイッターで騒がれてたんですけども、その子がね、めちゃくちゃバカでかいんですよ。本当に伊勢エビぐらい。なんでその子が今水族館かなに展示されてるんで、ちょっとその個体をね、ちょっと見に行きたいですね。普通に美味しそう。めちゃくちゃ大きいドジョウがいました。大きさがね、ちょっとわかりづらいんですけど、僕の手がこれぐらいなんですよ。で、土壌ってね、すごいのが、昔からね、うなぎ一匹、土壌一匹っていう言葉があるらしくて、どういう意味かっていうと、うなぎ一匹で土壌一匹分の栄養価があるらしいです。もうそれぐらいね、土壌って栄養価が高いらしいですね。味についてはちょっと僕食べたことないんでわからないんですけども、いや、この大きさやと相当栄養がありそうですね。うわぁ、すご。カブトムシのメスがいました。カブトムシの名前の由来的には、まあ、角の形が日本の兜に似ていることからついたらしいんですけども、この子はメスなんですけども、別名がマグソですか。です。馬の糞に似ていることから、まあ、馬糞っていう風に、マグソっていう風に言われてるらしいです。すげえ不名誉だな。よく見てみると、体表にね、毛が生えてて綺麗ですよね。ただね、コーカサスオオカブトとかになってくると、交尾するときにね、相手が拒否るとそのままメスを殺してしまうというね、やばい習性があるらしいです。まあ、日本のカブトムシとかそういうのはないらしいんですけども。いやー、かわいいな。スパムカデがいました。この子結構ね、僕が今まで見たサイズの中では一番大きいサイズですね。かっこいいね。まあ、この背中のね、模様に黒い筋があるんで、セスジアカムカデって言います。何かを探してさまよっていますね。赤トンボなのかな？なんかひっくり返ってました。で、この前の動画で指摘していただいて、いや、これ動画公開すると結構先になるから。まあ過去にね、ちょっと指摘されたんですけども、まあトンボを捕まえるときに羽はね、触らないようにしてくださいとのことです。なんでかっていうと、人のこの手の油がね、羽についてしまって飛べなくなるらしいです。ただもうこの子は死にかけなのかな？大丈夫か？かわいそうだから、裏返したいけど、むず。無理じゃないですか、これ。ほっ。無理ですね、これは。あ。ちょっと掴んでおいて。いや、無理だ。なぜか、道にザリガニが出てきてました。で、ザリガニっていうのは一般的に日本ザリガニのことを指すらしくて、まあ、この子アメリカザリガニなんで、まあ、アメリカザリガニがね、なぜかここにいました。はい、移動しております。まあ、近くに水路があるんで、そこを求めて移動しているのかな？見てわかる通り、体色が赤いんで、別名マッカチンとも言われてるらしいです。で、アメリカザリガニってね、あまり食べるような印象ないと思うんですけども、一部の人食べてるのかな？まあ、食べてる人もいるんだけど、フランスの料理で高級食材としても使われてるらしいです。なので僕自身ね、食べたことはないんですけども、案外食べてみるとすごい美味しいのかもしれませんね。で、まあ今回の子はね、こういう一般的な赤色をしているんですけども、まあ個体によっては色素変異によって白い個体とか青い個体とかいるらしいです。赤足大青カミキリがいました。めちゃくちゃ綺麗じゃないですか、これ。普通の輝き方っていうよりは、この細かな粒子が光り輝いているような感じがしますね。すごい。小さなビーズがいっぱい固まって反射してるような美しさがありますね。で、これはペアなのかな？これ面白いのがね、こうつっつくじゃないですか。あれ？あ、さっきまでひっついてたんですけど、多分ね、ペアだと思うんですよね。
ほら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 、ほらすぐにほら置いてかないで。可愛くないですかこれ。初めて見た。可愛いね。すげー。皆さん見てください、この美しさ。この子何かわかりますか？動物の森とかでも出てきたのかな。めちゃくちゃ大きいんだけど、この子ね、ヤママユガっていうガになります。すげー綺麗。見てこの羽の模様、この羽の模様がすごい綺麗ですね。なんか目玉模様みたいな形をしています。でこの子のね、面白いところが、普通ね蝶とかがあって、まあ、樹液とか、まあ、そういったものを蜜とかを吸うために興奮があるんですけども、この子はね幼虫の頃に、まあ、そういう栄養を蓄えて、で成虫になるとよく見てみるとね、そういう蜜を吸うための興奮がないんですよね。じゃあどうするかっていうと、まあ、そういう幼虫の頃に蓄えた栄養を使って1週間ぐらいで、ペアのつがいを探すみたいです。でそれぐらいでね死んでしまう大きくてすごい美しいガなんですけども、そういう儚さがあるというかね。ヒグラシがいました。このねヒグラシっていう名前は、まあ、この子自体が鳴くのがね夕暮れ時に鳴くんで、日が暮れる時に鳴くヒグラシっていう風に、名前がついたみたいです。カブトムシが普通にいました。しかも俺になんか近づいてきた。どうした？連れて帰ってほしいって。僕は連れて帰って。かわいい。すごいつぶらな瞳をしますよね。でここのね口元のブラシのようなものを使って樹液とかをね舐めますね。手に乗せたらねすごいおとなしくね。おどうした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 の。かっこいいな。いやこんな見た目の生き物が日本にいるってすごいよね。これ今何してるのこれは。威嚇っすね。あ威嚇やんのかおら。あ、やらないです。すいません、僕が悪いです。めっちゃ、大きい、ヤマナミクジがいます。ほら、僕の指、これ。すごいね、君。めっちゃ伸びてる。マッスさんも同じくらい伸びてますよ。ちょっと体力が。もうなんかね、この子で最大ぐらいかな。10センチ以上あるね。うん。13センチぐらいかな。ヤマナミクジもね、産地とか場所によって結構変異が多いんで、この子は結構色が濃くて、斑紋とかもあって綺麗ですね。日本ヒキガエルの小さい個体を見つけました。ちなみに僕初めて日本ヒキガエル見たんですけども、アズマヒキガエルと見た目全然違いますね。アズマヒキガエルとはね、また住んでいる場所、地域が違うんですけども、この子は近畿地方とかに生息しているみたいです。もうね、この形成毒っていうのかな。この毒の部分が、すごいパンパンに。あってありますね。ただ東京都ではね、この日本ヒキガエルとアズマヒキガエルの交雑問題が進んでいるみたいで懸念されているみたいですね。ちなみにヤマカガシとかは、まあこういうヒキガエルとかの、毒に耐性があるみたいで、好んで食べられているみたいです。で、食べてしまうし、さらにその日本ヒキガエルとかアズマヒキガエルの毒をね、利用して、ヤマカガシっていうのはね、形成毒っていうのがあるんですけども、すごいかわいそうですよね。身を守るためにこうやって毒を持つようになったのに、逆にそれを天敵から利用されるっていうね。ちなみにね、ヒキガエルとかが、生息していない地域ではヤマカガシにはそういう形成毒とかは、持っていないみたいです。いやめっちゃ可愛いね。サイズ的にはねこれくらいなんですけども、すごい小さい。でカエルって聞くと水に依存しているイメージがねどうしてもあると思うんですけども、まあ両生類っていう、名前の漢字についてもね、水と陸地どちらにも依存して生きていることから両生類っていう名前がついてるんですけども、ただこのヒキガエルに関してはね水に依存はあまり知ってないみたいで、今ここ見つけているとこもあたりはねもう全く干からびているような水があまりない場所にいます。この子はまたコクワとはまた違うんですか？こっちもですね、スジクワガタっていうクワガタですね。スジクワガタ、コクワガタによく似てるんですけど、はい、コクワガタは小さくなると内歯って言ってないしですね、そのちっちゃい方の歯がなくなるんですけど、はい、スジクワガタはそれがちっちゃくなってもなくなれへんのですよ。うーん、で上肢にその名前の通り明瞭な筋が入るんで、ほうほう、コクワガタは見分けれますね。ここの羽の部分ですね。ですです。ちなみにスジクワガタでしたっけ？触ってる。ちなみにスジクワガタの隣にコクワがいた、大丈夫ですか？コクワがいたみたいで、あ、見分けれますね。
ああ、ほんとだ。確かになくなってる。この顎の部分。そうです。顎っていうんですか、これは。顎です。で、羽の部分も。YouTuber 目指してるんですか？刺さる。ドッキリ芸人。お、マジで言って。こいつめっちゃ威嚇してくるやん。めっちゃ鋭い。多分、対照的に、だいぶ違う。叫び声が。ちょっと夜なんでね、わかりづらいですけど、うん、筋の入り加減が。こっちの方が筋入ってて、本当だ、ツルツルしてる。あ、ここわかりやすい、はい、うん、右が筋クワガタで左がコクワガタ、はい、勉強になりますね、ありがとうございます。先ほどの日本ヒキガエルの少し赤い個体を見つけました。めっちゃ可愛くない？指これですよ。なんかあまり大きい個体はいないですね。ただ赤ちゃんみたいな個体がすごい多くいてめっちゃ可愛い。もう牛ガエルの大合唱でずっとね、遠くの方で牛ガエルが、ほら。泣いてます。あれ？あ、どっか行った。何やら緑色のセミを見つけたんですけども、見た目的にはミンミンゼミみたいな見た目してるんですけど、よく見てみるとなんか違うんですよね。で、お尻の部分が金箔みたいな色をしていて、すごい綺麗。うわぁ、すげぇ。で、羽化したてとかではなくて、硬いんですよね、殻が。ちょっと硬いし、うん、でちょっとお腹の部分見せていただいていいですか。でほらお腹の部分のね、色がちょっと不思議な色をしていますよね。なんなんでしょう。すげえ。これっていわゆるミヤマクワガタですか。これミヤマクワガタですね。かっこいい。皆さんミヤマクワガタを見つけました。すげえ、こんな形してるんですね、うん、ここで取れるサイズで言うと、はい、やや大きめ。大きさこれぐらいです。すごい、あ、そうか、ここに樹液が出てるんだね。かっこいいな、なんでこんな頭部の形してるんですかね。すごいな。この立派な顎。うわ。すご。見て、こんなでかいアリにも動じずに、動じずに樹液を吸ってる。すげえ。いや、本当に日本にもクワガタいるんですね。いるよ。います、います。いや、都市伝説だと思って、本当に。いや、本当出会えて、嬉しいですね。でもこの、金粉まぶしたような毛がいっぱい生えてて。それが宮山の特徴です。かっけえなぁ。すっげえ。いや、これはもう一生もの宝物ですね。すげえ。ちょっと手に乗せてみたいと、うお。おら。うわ、すげえ、うお。うおすげえ。俺やんのかお前。もうヒエラルキーのトップがお前なんやねんお前。ヒエラルキーのトップやぞ俺って。食物連鎖の頂点に立つ俺に喧嘩売ってんのかお前みたいな。おおおすごい、人間みたいな巨大な生物にも立ち向かってますよこいつ。絶対進撃の巨人で主人公やろこいつ。すごいな。うわ怖え怖え怖え。うわ怖え。これ挟まれたらやばいですよね。いやまあ痛いっすよ、うん、痛いっすよ。それで終わり。おら、いやすげえな。うわかっこいい。いやこれは少年の夢ですね本当に。これかっこいいわ。いや実際に野生でこんなんいると思ってたら虫キングで絶対俺ミヤマクワガタしか使ってへんかったな。どう進化したらこんな頭部の形になるんだろう。うわ、もうこれはたまんないですね。かっこいい。ちょっとカブクワにハマってもらいましょう。ハマっちゃいますね、こんなん見たら。かっこいい。いや、前まで俺はゴキブリしか買わねえよとか言っててすいませんでした、ほんと。カブクワに魅力を感じないって言ってませんでしたっけ。そうっすね。いや、俺、カブクワとか興味ないんだよね、とか言ってたんですけど。いや、もうかっこいいっす、俺は。いや、もう半端ない。お前は最強だよ、ほんと。かっこいいわ。ミンミンゼミ見つけたんですけども、やっぱりね、さっきのミンミンゼミらしき個体と比べると、ちょっと違いますよね。ほら、なんか模様が全然違う。やっぱりあの子、羽化して少し固まったぐらいなのかな。ちなみにミンミンゼミっていう名前の嘘通り、ミンミンミンって鳴くから、ミンミンゼミらしいです。この子はオスですね。ここの大きな腹板みたいなものがあるんで。コガネグモを発見しました。よくね、ジョロウグモとかと間違われるんですけども、実際によく見てみると見た目が全然違うんですよね。
まあ、例えばなんですけども、まあ、こう佇んでいる姿が X 模様に見えるのが、コガネグモです。ジョロウグモとかはね、普通に何だろう、他のクモと同じような、佇まいをしているんですけども、あとは巣の文様がこういうね、なんかグニグニグニとなっているのも特徴ですね。いやー、かっこいい。ただ気をつけていただきたいのが、ジョロウグモとコガネグモを、まあ、地域によってはどちらもジョロウグモっていう風に言う場合があるらしいんで、まあ、その点はね、ちょっと気をつけるようにしてください。にしてもね、ここまでのサイズのジョロウグモはね、ジョロウグモじゃない、コガネグモは珍しいですね。すごい大きい。僕がずっと見たかったノコギリクワガタを発見しました。やべ、挟まれる挟まれる。やばいやばいやばい。おー、やばいやばいやばい。すごい。やばい、こいつ。わかってんな、捕まり方。ノコギリクワガタってね、この顎の部分の形によって水牛型っていうやつがいるらしいですね。それがすごい見たいんですけど、この子はまだそこまで大きくないですね。おら、いる。嫌だったですか。軽くいた。うーわ、かっこいい。いや、今回すごいですね。ノコギリクワガタ、ミヤマクワガタ、コクワガタ、スジクワガタ。もうマスさんあれですね、カブクワ系 YouTuber ですね。そうですね、もう今日からそっち系でいきます。メジャー種はほぼコンプ、うん、メジャー種は今日最終のメジャー、うん。